最初はやっぱりね、僕もシーズン14の時っていうのはまあもろ自分の中ではアウェー感があったんですね、やっぱりね。あ、なんか今のちょっと違ったのかな、セリフとかなんとかなとかっていろんな自分の中で思うじゃないですか、うん、した時あの、あ、今のすごく良かったからねって褒めてくださるんですね。そこでまた自分が気持ちが切り替えられるのと自信になるんですよ。一緒にやってて、あの、自分にないものをたくさんこう発見していくわけですよ、ね、それの中にそれをこう見ていく。でそれはね、結構嬉しいことなんですよ。水谷さんから見て、うん、反町さんのこうどんなところが自分にはないなって感じますか？いや、それはもう見た目ですね。前から水田さんには相談させていただいてて、そした時、まあ、水田さんは、まあ、あの、分かったっていう一言で、まあ、僕40後半ですけどね、50に向けての役者としてのまたステップっていうものを踏みたいっていうところはありましたので。どんな気持ちでこう分かったというふうにおっしゃったんですか？うん、そのソリがどの道を取ってもそれは僕としてはその理解できると、理解できるし、その気持ちは尊重したいというふうに、もうすでにそういうものがあったんですね。だからソリが どっちの道を選んでも、うん、僕としては、うん、ソリらしいと。杉下右京っていう人間が好きでしたし、それプラス水谷さんのことは大好きでしたから、早く寝て朝ごはんちゃんと食べてね、まあ、いつまでも健康で。すごい年の人に言ってるよ、ね、今ね、自分本当にそんな感じで、自分がなんかそうなんだと思いながら、まあ、本音そうですよ、もうそう言われる年なんだと思いながら、ね、いや最高の花向けの言葉です。この7年間の間という、まあ、杉下右京と鏑木渉の関係性っていうのがすごく出てる作品だなと思う、書いたなと思いますので、ぜひ鏑木君の特命係での最後の仕事を見届けてほしいと思っています。